もこんにちは。喋っても口が動かない美容師の森蔵です。はい、今回は白髪についてのお悩みを解決していきます。今回のテーマは簡単にお家でできる白髪を減らす方法を紹介していきます。どういうことかというと、白髪問題ですよね。やっぱり男性も女性もね、特に女性はもうこの悩みでね、困ってる人が多いんじゃないかなと思います。で、いろんなアイテムが売ってたりとか、まあ、白髪を染めたりとか、白髪をまあなんかなくすような頭皮につけるエッセンスだったりっていうのも今は結構ね出てきてるんですけど、そのお話はまた詳しくやりたいなと思うんですけども、まあいろんな方法がある中で、これは僕が知ってる中では一番簡単なんじゃないかなっていう方法を紹介していきます。しかもね、結果も結構ね出やすい、もし、まあ、万が一出なくてもお金はねかかったりとか全然しないので簡単にできる方法をご紹介します。その方法ズバリお風呂に入ると思うんですけども、大体皆さんね入るときに気持ちいいって、まあ、ここまで浸かると思うんですよ、湯船に。こういう風にね、でそれをああ気持ちいいなって浸かったときに、ここまでじゃなくてここまで浸かってほしいっていうのが今回の方法です。これね、冗談じゃなくてことなんですけど、やっぱりね、白髪が生えてくる、まあ、大きな原因の一つに血行が悪くなるっていうのがあるんですけれども、これを解決するすごく簡単な方法としてお風呂に入って血行を良くしてあげるっていうのがすごくいいんですけど、まあ、ここまででもね確かに全身の血行は良くなるんですけども、しっかりとここまでお風呂に入ってる人って多分いないんじゃないかなと思うんですけど、しっかりねここまで入ることによって、まあ、頭皮の血行がね良くなるので、白髪が、まあ、なくなってる、あと抜け毛なんかのね防止にもなりますし、老廃物もねしっかり出ますし、洗い流されるので、ちゃんと湯船にね頭まで浸かるっていうのは結構効果的と言われています。さらにね、入浴剤なんかを入れる方もいらっしゃると思うんですけど、最近だとねバスソルトとか、まあ、普通の入浴剤とかでもいいんですけど、保温効果、保湿効果、まあ、血行良くなる、促進させるっていうものを一緒にお風呂に入れた上で使ってあげるとより効果が出るとのことです。もちろん個人差もありますし、いきなりねやったからすぐなくなるかっていうとそういうわけではないんですけれども、まあ、すごく簡単にできてお金もかからないし、でも効果はあるよっていう方法なので、ちょっとね一回試してみる価値はあるんじゃないかなと思います。はい、というわけで今日の動画はここまでです。ぜひグッド評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さよなら。